こちらが今回の主役ママ。札幌市厚別区に暮らしているめぐみさん、37歳。パパとは離れて暮らしているため、10歳と0歳の2人の子供を1人で育てています。今日はミルク飲んでから結構寝てたので、だいたい12時、3時、5時。夜中に起きる生活続けてらっしゃるんですね。そうですね。ダメ。ただでさえ残り少ない体力をやんちゃな子供に絞り取られる日々。ご飯は？はい、料理図できてるかちょっとわからないですけど、やっと慣れてきました。慣れなんですね。失礼いたします。お仕事は農閑師。送り人としても知られる職業で、これまでに50人近い人たちを送ってきました。いいお別れができるように行う初期処置っていうのはすごく大事な第一段階。いいお別れをができないとなかなか前を向けない方っていうのも多いので、子育てをしながら家族を亡くした人に向き合う農閑師ママの一日を追いました。ママドキュースタート。よいしょ、これ立っていい。それは何ですか？離乳食です。生後10ヶ月のまさきくんの食事はまだ離乳食。ゆうなさんとまさきくん、それぞれ違う2種類のご飯を用意します。2つとも鮭でいい？ゆうちゃん、はい、2つとも鮭でいい？そんな忙しい朝の時間、ママを手助けしてくれるのが100円ショップのアイデア商品。一度に2つのおにぎりが作れるこのアイテムは、綺麗な三角おにぎりが手を汚さず作れて超便利。効率的なので仕上がりも綺麗です、もう海苔巻いてあっていい？いいよ、全体。全体にとかは多分。これは、これはもう自分用なんで適当です。ラップでちゃちゃっとやっちゃうかもしれないですね。なるほど、なるほど。とにかく手がかかる0歳の育児。離乳食が始まった今も深夜に3回ミルクをあげる生活が続いています。少しでも体力を温存するために活用しているのは、これまた100円アイテム。付け替えるだけで食器用洗剤が簡単にポンプ式のボトルになるというアイデア商品です。市販品の多くはボトルを逆さにする必要があり面倒。でもポンプ式ならワンプッシュで OK。 面倒くさがりなので、基本的に工程が少ない方がもういいですね。極力ご飯は。すごい、そんなところでも興味悪い。いやいやいや。この日は夏休み中の長女を家に置いて出発です。バイバイ。バイバイ。行ってきますね。お願いします。やっと慣れました。朝食べさせる時間、あとなんかこの睡眠不足の生活となんか仕事の両立というか、両立できてるかちょっとわからないですけど
やっと慣れてきました。慣れなんですね。うん、札幌市内の葬儀会社で納棺師として働くめぐみさん。失礼いたします。今ちょうど、はい、なんです、現場検証にしているので、はい、この日担当することになったのは突然の事故で亡くなった70代の男性とそのご遺族です。遺体の安置から出棺までの全てに納棺師が関わるこの会社。めぐみさんはその中でも葬儀の打ち合わせと一番最初の遺体のケア、初期処置を担当しています。これってどうですか？あ、大丈夫です。はい、本は大丈夫、本も大丈夫です。ちょっと中にこう空気含めれるようにこうやって途中途中折らせていただいても大丈夫ですか？燃えるように。そうです、そうです、はい。失礼いたします。続いて初期処置。遺体は刻一刻と変化をし続けます。その変化をお別れの最後の瞬間までできる限り食い止めるのがめぐみさんの仕事です。お亡くなりになった方で一度乾燥すると戻るっていうことがないので、乾燥した状態のままになってしまうんですけれども、最初にしっかり処置を行うことでご生前と変わらないお姿で最後までお見送りすることができるので。事故で亡くなった男性、顔についた傷を隠すのは遺体用に油分を多く含むファンデーションです。もともとは料理人を目指して飲食店で働いていためぐみさん。20代前半で経験した祖父母の葬儀で納棺師の仕事の大切さに気づき、志すことを決めました。もう正反対の葬儀だったんですよね、その2つが。最初が祖父だったんですよね。なんか葬儀会社さんになんか言われるがままの内容、祭壇もすごく立派で、いろんなものがこうついてって、だから何年か後の祖母の時はもう何にもつけなかったんですよね。もう祭壇もいらない、お体のケアもいらない。そしたら本当になんか寂しいご葬儀になっちゃって、だからなんか夜な夜なみんなで折り紙折って飾ったりとかしたんですけど。マニュアル通りの形式ばった葬儀を目の当たりにしためぐみさんは、残されたご家族に悔いのない温かい葬儀ができるようお手伝いをしたいと考えています。あれぐらいしてあげればよかったみたいなことはあるので、うん、でも後からしてあげることはできないので、送る側が後悔がないようなどういうふうに送って差し上げるかが大事かなっていうのはありますね。いいよして。うん。
可愛い我が子の姿を見てようやく表情に笑顔が戻るめぐみママ。ここから超特急で家事をこなします。今日のお夕飯のメニューは決まってるんですか？いや、決まってなくて、これ作ろうと思ってもなんか作る気力がなかったりするので、残ってる気力に応じてメニューを考えます。この日はスーパーで買った味付きのお肉で時短することに。焼くだけで簡単に一品完成です。ダメで切っちゃいます。まな板は使わず、包丁もあんまり使わないですね。キャベツどんぐらい？少しか。あっという間にゆうなさんのご飯が出来上がりました。これは刺さってる。あ、そうです。ご飯としらす干しですね。一方、まさきくんの離乳食はお助けアイテムで時短します。コーンクリームとホワイトソースと、味のない野菜スープに入れたのはベビー用品メーカー和光堂の離乳食をお助けアイテム。簡単にとろみのついたクリームスープが出来上がるんです。味っていうより鉄ですねなんか栄養大丈夫かなみたいな。でも多分これは食べない予感がします。あ、そうなんですか。食べてもらえずとも一応作る食べてくれるかもしれないのでじゃあご飯できたよ。うちも？うん。栄養たっぷりのスープ。まさきくんの反応は？食べないやっぱり食べないならいっかみたいな食べたくない時あるよねみたいな。ママ、コップ一杯だけコーラ飲んでいい？一杯ね、少なめの一杯ね。ダメって言うかと思いましたダメって言いたいところですけど、昔ビール飲んでた時、はい、ビール飲みたい気持ちになったらなんかもう我慢できなかったんでその気持ちが分かるんで、いっぱいなら食べたい時も食べたくない時もある。子供の気持ちに寄り添おうとするめぐみさんの心地よい優しさが仕事にも生かされているのかもしれません。遺族との打ち合わせでめぐみさんが大切にしている問いかけがあります。と最後にですね、お父様のこうお好きだったもの、先ほどもちょっと聞いたんですけれども、作ったって言ったらあれなんですけど、これ個人様がご生前の看護師さんだったんですよね。ぬいぐるみが好きだって言ってて、ご生前看護師さんですごいお仕事頑張られてたっておっしゃってたので、あとこれはナンが好きだったっていう方がいて、カレーのナンですよね。そうです、ゴルフとナンが好きっていう、あー好きだったよねとか、あー看護師の仕事頑張ってたよねとか、そこで思い出話ができたりとか、最後にやっぱり残されたご家族様はその後生活というか生きていかなきゃいけないので、いいお別れができればいい、そこからいい生活というかいい未来が送れるかなと思うので